どうもコンシェルジュです。ドキュンネーム、キラキラネームって聞いたことありますよね。まあちょっと ありえなくはないですけど、普通に今まででは考えられないようなあの名前ですよ。ピカチュウくんとかねなんかこう漢字を当て字で当てはめてやるやつね。あの I love you みたいな、あの暴走族のね、よろしくみたいな、その無理っくり漢字を当てはめてつける名前ってあるじゃないですか。であれに関してまあいろいろ批判がまああったりすると思うんですけど、まあその辺の道徳的な問題はちょっと置いといて、ここはそういうチャンネルではないですから、セルフイメージっていう、まあ心理テクニックですね、その話をしましょう。で基本的に僕はそのドキュンネームとかキラキラネームで、漢字に当て字するわけじゃないですか。例えば何でもいいですよ、外人の名前っぽくしてマイク君みたいな感じにして漢字を当てはめていくわけですけれども、その漢字をねよく考えないとダメです。で、なんて言うんでしょうね、例えばマイナスイメージのある言葉、ある名前、マイナスイメージがくっついてる漢字、こういう漢字を、漢字ですよ、あの漢数字の漢ね、わかります？そういう漢字の漢字じゃないですよわかりますよね。まあいいや。で、マイナスイメージがついてる漢字を名前に使っちゃダメなんですよ。でこれはその画数の問題とかそういう問題でもなくて、なんて言うんでしょうね、もうセルフイメージとして、例えばですよ、名前に死ぬっていう、あの生きる死ぬの死ぬ、死っていう漢字が入ってたら、まあ育っていく中でいじめられるとかではなくて、そういう話はまた別の話ですから、心理テクニックの話ですからね。その死ぬっていうことはまあ学ぶわけじゃないですか、国語の時間に、小学生とか中学生とかで。死に対しては基本マイナスイメージしかないわけですよ。死っていう漢字を見た時に人間楽しくはなんないんです。へこむんです。原則死にたくないし、死ぬって嫌だし、他人が死ぬのも見たくないしっていう、親が死ぬのも悲しいし、死には楽しいイメージはないんですよ。でそれが例えば名前、自分の名前に入ってるとしょっちゅうその名前を見るわけじゃないですか。で見るたび見るたびマイナスイメージが刷り込まれていくので、あくまでもこれ傾向としてなんですけれども、例えば多分名前に死ぬっていう漢字が使われてたりとかしてたら、多分その子成長したら多分自殺とかすると思うんですよ。おそらく思うんですよって、多分そうなる率がめちゃくちゃ高まるんですよ。っていうのが、あの日々やっぱり人間って考えてることがどんどんこうね、無意識にでも考えてることは実現していくようになってるので、そういう名前をつけるのは良くない。だから不可能の不とかも良くないですよね。もちろんそういう漢字つける人もまあさすがにいないでしょうけど、不可能の不っていうのもこれ基本マイナスイメージしかないじゃないですか。無理、難しい、できない、やっても無駄、そういうイメージの漢字ですよね、不可能の不は。だから昔富士山の不を、まあ、あの不可能の不で書いてたらしいですけど、学んでいく中で不可能っていうのは無理、無駄、やらない方がいい、やっても意味ない、頑張っても失敗するっていう時にしか使わない漢字が自分の名前の中に入ってて、それをしょっちゅう書くわけですから、それを目にしてそうやってその名前で呼ばれるわけですからね、それはねおかしくなりますよ。マイナスオーラをまとう人間に育っていくんですね。ですからその辺も気をつけなきゃならないし、あとはまあ、ドキュンネーム自体、キラキラネーム自体はまあ賛否両論あるので、まあ置いといて、完全に当て字ね、完全に当て字っていうのもこれ絶対良くないんです。なぜかっていうと意味がわからないからです。自分の存在意義とか名前に込められた意味とかみんないろいろあるわけですよ。例えばピカチュウくんだったら、ピカチュウってどういうことっていう、もう完全にわけがわからないんですよ。確か光る宇宙って書くのかな、あれ本当かどうか知らないですけどね、よくネットには出てるけど、
僕はその第一次ソースを見たことはないので、まあ、断言はできないですけど、そういう人もいるらしいですよ。でも悪魔くんの事件はありましたよね。だからそういうのは良くないと。で、まあちょっと話それましたけど、あれです、意味のわからない当て字ね、よろしく的な。よろしくってどうやって書きます？漢字で。夜のロシアのよろ、死ぬの苦しい、よろしく、うん、もうよろしくっていう言葉の持つ意味とその使ってる漢字の意味が全くもう乖離してるじゃないですか。これも良くないんです。子供は混乱しますね、育っていく中で。やっぱりね、いろいろ生きてる意味だなんだかんだっていう成長する過程っていうのは意味を求める旅じゃないですか。簡単に言うとですよ。かっこいいね今の。我ながら今ポロンと出たけどかっこいい。意味を求める旅ですよ、人生っていうのは。で、その中でこの名前の意味は何なのってなった時に、もうわっけわかんない漢字を無理くりね、マイケルとかに当てはめられて漢字を使われてたらもうはちゃめちゃなんですよ。だからそれも良くないですね。うん、だから無理な名前、名付けはやっぱりやめた方がいいですよ。で、それプラスアルファなんかいじめられるかもしれない、会社で雇ってくれない、将来ね、雇ってくれないかもしれないし、なんだかんだっていういろいろありますから、その辺も含めて正直あんまり過度なキラキラネームはつけない方がいい。ペットじゃないですからね、子供は。ペットはいいんですよ、名前呼んだって分かんない、理解してないですから、漢字とか名前の意味はですね。例えば自分のワンちゃんに対して、これ例えばですよ、悪い意味じゃなくて、例えばゴミ野郎っていう名前をつけたとしましょう。で、でもその犬をすごく愛して、ゴミ野郎ゴミ野郎おいでゴミ野郎ゴミ野郎ご飯だよ、ゴミ野郎かわいいねってやってても、犬はゴミ野郎っていう言葉の意味がわからないから別に喜んでくるんですよ。でもそれを人間にやっちゃダメなんです。人間は理解しますから、その言葉の持つ意味をね、っていうのがあるので、たったそれだけのことでも人間の心っていうのはやっぱり、そういう無意識的にね、どっちかの方向に進んでいっちゃうものなので、だからこそ例えば彼に対して彼女に対して何か言葉を発するとき、何か話すときに、もちろん喧嘩しない方がいいですし、マイナスイメージのあるような言葉は使わない方がいいですし、メールするときとかにマイナスイメージの言葉は入れない、悲しい話はしない、で悲しいニュースとかちょっと辛いニュースとかしない、ニュースの話とかもしない、そういう話題は出さないと、そういうのを徹底して考えておいた方がいいと思います。自然に出ちゃいますからね。ちょっともう話す話がないなと思って、例えばこの間なんかその、例えばストーカーのあれで、怖い事件あったねみたいなとか、なんかこの間連続殺傷事件があったけど怖いねとか、そんな話はしちゃダメなんですよ、もちろん。その復縁したい元彼元彼のに対して、それがその復縁とは全く別の関係ない話、単なるニュースであったとしてもダメなんです。だから例えば北朝鮮がなんか攻めてきたとして、北朝鮮が攻めてきたねっていう話もしない方がいいんです。それ相手が降ってきたらいいですよ。でも降ってこない限りはそういうマイナスイメージ、不安を煽る話、マイナスイメージを持っちゃう内容、テンション上がらない内容の話をしちゃダメなんです、絶対。っていうことを言いたいので、わざわざドキュンネーム、キラキラネームの話を持ってきてみました。よいしょ。うん。っていう感じで、今回は以上です。はい、コンシェルジュでした。